皆さんフリーや。あ、なんか良くない。良くないぞ。は、うん、い。バツ。ご視聴ありがとうございます。トロキオツカです。TC 東京のトモです。今回は機械兵団と進軍の新カードを使ったモダンやっていきたいと思います。今回ね、まあ、かなりいろんなメカニズムありますけど、今回僕が注目したのはこちらです。バラルとカーリゼル。お、共闘してる。うん。こちらもタッグチームと言われる。なんですけど、こいつで3番24で、天性100。で、各ターンに初めてインスタントや操作に出る呪文を唱えるたびに、それと共通のカードタイプを用い、マンソールがそれより小さい、呪文をね、1つね、タワーで唱えることができると。そうしなかったら、ニンチダラガバンも出ますよと。強っ。なんですけど、ここね、マナコストをシャープとは唱えてもいいというカード。これで、なんと、待機呪文を行われちゃいます。踏み倒し。ということで、闘技のアショート。そして、ソセルとゲイシなんかをここから備えられちゃうということでね。あー、いいっすね。うん。え、アンリコ、久しぶりになんか、構築戦で見られるの嬉しいっすね。うん。で、やっぱこれ同じカードタイプじゃないといけないから、結成の原子とか、まあそういった操作を使って、まあ一番の操作にね、こいつらを手札やったら、そのまま備えられちゃうから、そういった感じで攻めていきたいと思います。前もね、こういった、なんか手札の待機呪文を踏み倒すみたいなカード結構あったんだけど、この予言によりとか。なんだけど、さらにね、追加でこのバラルカーリゼブが来たことによって、8枚耐性になったということで、まあ、新しくデッキが生まれるんじゃないかということで、今回、遊んでみたいと思います。同じ役割始まるの大事ですね。うん。対して、タバオ君のデッキは何でしょう？はい、僕が今回注目したのが、フェアリーの黒幕。お、アンちゃんアンちゃん第27代世界王者、高橋優太。はい、プレイヤースポットライトカードですね。はい、うん、こちらのカードを使った、デュアルラガバン、うん、使いたいと思います。はい。強い。このカードめっちゃ強い。このカードめちゃくちゃ強いです。瞬速飛行で、対戦相手が各ターンに自分の2枚目の、カードを引くたびに、うん、僕がカードを1枚引けるっていう効果になるんですけど、これ伝説ないんですよ。おということで、並べまくれば？そう、2体並んだら相手が2枚ドローしたら、俺は2ドロー。2ドロー。おで、相手の場に長崎とか結構いる環境になると思うので、うん、相手の単純に自分が2枚動いて、ドローさせて、自分だけショートを得するみたいな動きもしたいなと思います。あと結構ね、そのね、モダンだと手札入れ替えとか、結構あったりとか、あとね、レガシー環境でもブレインストームとかね、あ、そうですね、シアンとか結構あるから、結構ドローする機会多そうだよね。そうですね。しかもなんか下の方に、4マナで各プレイカード1枚引くって書いてあって、うん、それもなんかすごい効果噛み合ってていいなと思います。そうね。前にカード上げちゃうんだけど、自分はね、うんうん、自分は引くから。その分、増えてますからね。うん、そう、高橋さんがっていうか、あんちゃんがデザインした。まさになんかアチアのそのカードもね、なんか効果が固まってるなみたいな。そうですね。あの効果が一体どんな活躍をするのか、早速対戦やっていきたいと思います。いきます。はい、8。はい、じゃあ5、うん、じゃあ先手いただきます。はい、はい、お願いします。はい、設置でおしまいです。はい、どうなので、じゃあ結成の原子からいこうか。はい、はい、ドローします。あー、上かな、上下。はい、はい、終わりです。エンドフェッチ切ります。はい、19クランドタップイン。はい、で、ドローします。はい、よ、セットランド。うん、ダッシュ。お、ランカバン、え、ちょっと待って、やめてやめて、なんか積んでますね。やめて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 、はい、どうぞ。パンチやめてやめてこれは、ね、もらえらんない。やめて、ね、せっかくの蘇生の原子。この辺って書いてないかな。そんな書いてないですね。めちゃくちゃ仲間に弱いじゃん。いやー、で、おしまいです。おい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 、よくないって。タップインして終わりかな。タップイン終わり。はい、アンタップしてドラします。はい、フェッチ置きます。はい、シックで仲間キャスト。普通に強いから。はい、マインタンクだったですね。で、コンボス2点。はい、はい、まあ、追放で高村が2枚になりました。はい、バブルアイキャスト。はい、じゃあこっちに切ります。はい、で、ちぎりました。うん、島を置いて、で、短縮で帰ってきます。はい、で、アクティブにドローします。はい、どう。終わり。もう1点おしまいです。もう1点おしまい。じゃあ2マナ、エンドに2マナで宝物1個使って、はい、フェアリーの黒幕。お、出てきた。出ます。カンもらいたいです。カンもらわないで。もらわないで。ライデンシャイ X1。 ライデンシャイ取ります。取ります。お、取った。じゃあ1点ダメージ。クリーチャー1体か。こいつはなかったらね。じゃあ赤で。はい、いいけど。はい、じゃあアンちゃんが。え、そんな雑な扱いがされることある？いやいやいや、その新カードそんな雑に扱える？いや、雑に使いたくないですよ。アンちゃん怒ってるよ。これは使いたくないですよ。怒ってるよ、アンちゃん。これ俺にもうまく使わせてくださいよ。はい、取らします。いいの、そんな。いや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 、そこは何出てくるか分かんないですからね。ドローします。はい、まあ、ラガバンですね。もう一生シックされる。はい、
まあ、追加しまったからな。宝物って、2点ですね。はい。てか、あれか、3回使われるから14です。14、はい。はい。で、第2面入って、うん、土地置いて、おしまいです。はい、借りました。だろう。はい。くぅ、絶対カウントあるって顔してる。まずは、バラルと代わり全部からいくか。クイーンにするか。はい。はい。1点と出品まで。はい。で、対抗力。はい。普通に消された。はい、終わりです。でも、アンタップして、ドラします。はい。無菌ラガマンが祝してる。やめて、ラガマン。はい、ラガマン。まあ、やだ。やっぱなんかさ、これずっとモダンでさ、あ、でもね、こっちばっかなんだよ。こっちがすごい。確かに。じゃあ、おしまいです。はい、借りました。はい。お願いします。はい。まず、どこか。はい。はい。ウサマーで、予言により。予言により？もう嫌です。1マーで、はい、考慮。考慮、はい、どうぞ。落とします。落とします。はい。あ、通りました。取った。お、取りました。取った。取りました。じゃあ、はい、まずゼロなんですが、ゼロ、はい、ゼロマネーカーカットは得られます。はい。将棋のショート。でれん。通ります。あ、取った。取りました。最後二体。もうラガマン殴れない。もう今までね、散々殴ったから。あ、俺をいじめるやつはどこだっつって、最後ちょっと40分ぐらいだし、やってきたよ。ラガマンは10発殴んなきゃいけないんだけどね。最後3回殴って終わりますから。はい。じゃあ1切ります。はい。まあ、ラガマンがもうこれ通らなくなったというところはね、うん、嬉しいところで。じゃあ続いて、はい、もう絶対ずっと使えなかった基礎原子をこれ使うわ。どうぞ。はい、ドロー。で、2個。はい。あー、欲しくはあるが。確かに、ラガマンで持ってかれちゃうから使えなかった。はい。下、下、下で。はい、終わりです。終わり。アンタップして、取らします。はい。ミン入ります。はい。1マナで、うん、チャネラー。オッケー。2マナで、反復。オッケー。リア発。うん。よ、もらいましょうか。上で、3枚います。はい。もらう、追放ボトムで。オッケー。で、キャストします。はい、ガラクタ。ガラクタキャスト。オッケー。で、チョホ。うん。落とすか。はい。落としました。はい。あー、やめてくれ。雑なんだって。扱いが雑なんだって。違う違う違う。ちょっと。今じゃないんです。欲しいんです、本当は。そういう時もあるよ、まあ。そういうことで、セットします。はい。点食らって、うん、ブロッカーラガバンを出して、はい。ガラクタをそちらに使います。出しました。はい、こちら。はい、じゃあおしまいです。はい、ハッキーピンと出します。はい、ヒープにじゃあ、はい、こっちプラス1、時間カウントになります。はい、けど、はい。ハッピン。はい、じゃあ先頭で、はい、4、4、2体でアタックだ !2 体とも来ちゃうんすか？いっちゃうよ。ラゴン取っちゃいますよ。いいよ。もうそういうこと言ってる場合じゃないでしょ。そっちは。トランプラーありますからね。トランプラーのにブロックするのか。ブロックして前に稲妻一発打ちましょうか。うん。ここで、稲妻、はい。はい、ブロックして敗退です。うん。ここでブロック。はい、うん。3点は取るけど。はい、取ります。と思った。そこのあなた。え、3マナ。3マナ。雷電支配 X1。あ、見えてる俺。はい、取ります。はい。じゃあ取りました。1点大事です。はい、入って。さあ、つなげるカードは。ある。こちらです。はい。クラッシュ。はい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 。カラルとバーリズム、バラルと回数全く関係ない。はい、出ました。バーリズムはね、打ち消されたことによって予言によりが通ってるから。確かに確かに確かに。貫通して8点。8点。はい、終わりです。どうします。どうぞ。1を置いて、1切ります。はい、7、5、アンダーワールドブリッジ。おー、なんかすごい強いカード来た。処方。いや、これ結構良くないな。はい、どうぞ。これで、まあ、多分落とすんですね。落としました。うん、え、稲妻ある？あります。うわー、やばい。3枚追放して、うん、稲妻、プレイヤー。はい、で、処方。うわー、負けそう。処方します。はい。これはまあ落とします。うん、で、ゴチに打ちまして、はい、もう一回、1。いいのか、アンチャを追放しても出したい出したいけど今は稲妻プレイヤーに、はい、あー死にそうこれやばい足りるこっち、まだ、あ、調光ですね、はい、調光調光、落としたっけ落とした気がする落とした、で、3回目に1、うん、2、3枚追放して、うん、稲妻を、プレイヤーに打って調光します読んで落としました、うん、あー足りてるこれじゃあ、戦闘に入ります。はい。佐々木光です。あー、やば、ちゃんと攻撃しますか？いや、やばいかもしれない。クリーチャー、アーティファクト、土地。うわー、してる !3 点。いや、空飛んでない。うわー、負けたー。ありがとうございます。いや、まさか、勝ったなと思った時に。いやー、もう。普通にまくられた。本当っすね。強い。はい、お願いします。お願いします。上飛行、はい、クイーンしてから、2マナ。こちらもラガバンだ。ラガバン。さっきはちょっとラガバンに、かなり点数持ってかれたからな。そうですね。はい、終わりです。お願いします。
置いてきます、うん、食器まで、はい、17で、チャネラオッケーでおしまいです。はい、よろしくお願いします。こっちはね、ちょっとね、結成の原子、はい、どうぞ。ちょっと弱いんですよね。こっち出したです。はい、まあ、ラックスか、ラックション、はい、第一です。はい、オッケー。結局な、はい、職員、はい、お願いします。すみません。大気、大気祖先の原子、大気、はい、氷です。何単語でしたっけ。これ4単語です。はい、どうします。はい、ペッチを置いておしまいです。うん、はい、どうし、ドロスの前に大気鑑定を解けて、はい、どうぞ。表現反復、反復、はい、どうぞ。三枚、うん、追放手札、下、はい、でセットして、はい、で終わりです。終わり、じゃあペッチ切ります。はい、島でいいですかね。はい、はい、じゃあ、青、はい、フェアリーの車、あ、来た。あんちゃん来た、ようやく強い、未だに一瞬族。さっきはね、あんな存在な扱いをされた。いや、あれは、まあ、叱るべき。はい、オッケー。今の場面強いわ。今強いです。はい、これもね、ガチャ見えてる。うーん、つって倒して、まず2点ですかね。はい、14、第2面に入ります。はい、トネラ、うん、オッケー。で、考慮、はい、で、チャオホ、オッケー。落として、考慮倒します。はい、ショックイン、はい、ショックイン、おしまいです。はい、じゃあ2枚、はい、どうぞ。超熱当初期、はい、いや、これしかないんだよな、なんかこっちしかないが、無限によりバラルとカーリゼル。いや、そっちはね、止まらないんですよね。1枚だと止まらないよね。はい、出ました。ただね、黒幕優が決戦の原始、決戦の原始、はい。じゃあ、バラルとカーリゼルの効果4発、はい、タクタ最初の総裁に唱えると、それよりマナコストの小さいやつを唱えることができます。はい、祖先の原子なんだよな。いや、まあでも十分じゃないですか。全然悲しいほどじゃない。え、なんか言うけど。いや、まあ、ワンドローですかね、俺ができるのは。解決していいですか。はい、大丈夫です。あ、3ドロー。うおー、3ドロー、うおー。じゃあ、誘発して、はい、じゃあ黒幕が誘発。じゃあワンドローします。はい、じゃあさらに、結晶原子誘発。うおー、やばー、ドローすげー、気持ちよさはやばい。本当は何枚ドローしてんですか。5枚ぐらいドローしてます。下とも下も2つともいらないな。はい、いや、結構簡単もって良くないのはね、みんな飛行だからね、こういうの24先生攻撃があんまり生きないっていうところなんだよな。でも確かに、はい、終わりです。威迫もついてますけどね、うん、いやー、ワンドローでちょっと3倒します。3枚引かせてくれみたいな。俺も引かせてくれみたいな。3枚引くと相当やばいですけど。じゃあ、表現発表、情報、はい、よ、いや、欲しい、なります。はい、で、3枚、こちらの強い、うん、ねえ、じゃあ悪魔で、これで、はい、攻撃達成しました。はい、で、セットランド、うん、で、コンバットが、5点です。で、いやー、痛いこれで、第2メインにジャガン撃ちます。カーリゼルがで、おしまいです。はい、チョコします。あ、そうです。ジャガン撃って、チョコ、うん、チョコもらいましょうか。はい、おしまいです。で、1になりました。はい、俺だけが3ドローしたので、ありがとうございます。手札多いな。こちらも予言に寄らせてもらおう。あー、寄ります。予言に寄った、寄りました、寄った。予言の通り動きます。まずは、まずは、はい、めっちゃ切ろう。はい、まず1マナで、1マナで炎の切りつけ、予言により出した後に、うん、出した後にピアス当たっちゃいますよ。はい、やりました。情報はもういらないですか。じゃあ落としてます。これよくないのかな。祖先の原子倒してから祖先の原子したかったから。はい、大丈夫です。スイートロー、いやー、結局引かせてる。結局引かせてるな。いきます。はい、ワンドロー。よくないんじゃないかな。よくなかった。さあ、さっきね、ピアスをされてしまったが、この祖先の原子が通っていいカード持ってきてくれたぜ。で、劇場、劇場、長場を切って劇場で1点3点。いや、3ドローして劇場、ずるい。強いだろう。いやー、通りますね。オーケー、よっしゃよっしゃ、倒した。まあ、これでちょっと分かんなくなってきたな。終わりです。8点か。しかもこっちには予言によるとさらなる3ドローが待ってるぜ。確かに、もう一枚あんちゃん出さなきゃ。どうします。はい、程度マジで減ってないな。ほんますね。俺だって2回ぐらいなんか3ドローしてんのに。確かに、俺も6枚あるけど。なんで。なんでだろう。血を置いてきました、うん、13。はい、山を置いて、山からチャネラーキャスト、はい、して、うん、おしまいです。はい、じゃあプチ、はい、対象乗って、対象乗ってください。すぐ原子、俺、あー、対抗しまう。ごめんなさい。そりゃそうだよな。じゃあ、チョコ。はい、そりゃそうだよな。これ俺、アンダーワーちょっとします。はい、じゃあ、スイドローします。どうぞ。さすがに許されなかった。もう許せないです。一旦普通に結成の原子、はい、ドロー。うん、下、はい、
はい、小熱投手一挙出して、はい、小熱投手一挙探ります、はい、でドロー。あないないです。ないないないし今じゃない。で、このも気ぃつけ、4点。この気ぃつけ。いやー、これはね、守った方がいいのかな。しょうがない。はい、死にました。そして、予言によりの効果を使う。はい。衝撃のショート。どうだ。あるーあるかー。くぅ。やるな。いやー、これも黒くないっすよ。終わりです。いやー、ここで、ラガバンダッシュで、どうします。ラガバンダッシュはちょっと良くない？ほら、あ、つんよ、このカード。ブー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 。はい、はい、解決、okay、よ、よ、よ、追放ハンド、ボトムで、うんうん、で、1マナでコイル打ちます。はい、OK、 落とします。はい、落とします。ガラクタキャスト、 OK、 そっち知らん。タップインしておしまいです。じゃあ、小熱投手引き裂くっては、はい、どうぞ。ハッピーケーピー取らします。はい、ハッピーケーピー2個になります。はい、はい、どうぞ。どうします。どうぞ。小熱投手液を置いて探ります。はいはい、あ、どうぞ。ないないね。で、はい、ここで予言竜を使い、衝撃なショート3マナ取ってる。うん、安。はい、大丈夫です。大丈夫です。サイガー2体、はい、いやでも2ターンかかりますからね、ここからね。うん、で、タップインして終わり。考慮。はい、OK、 いいよ。あー、もらいます。うん、アンタップして取らします。 OK。 ええ強すぎ、ハンドがマジでおしまいです。はいはい、はい、じゃあケビン3になって取らします。えっとで、アタック、8点取らします。うん、そして終わり。エンドにキャスト、黒は来た。はい、 OK。 イナスもフリーや。あー、なんかよくない。よくないぞ、うん、もう一発。あーあー、ちょっと待って。はい、どうぞ。ドローしていいですか。はい、タンタップしてドローします。はい、セットあります。はい、パンチ。あありがとうございます。いや、インスタントタイミング。そう、インスタントタイミングじゃなければ。いや、今ヒューヒューモスなのに強い。そう。はい、という今回はね、新カード使ったモダン対戦やってきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、ちょっとね、いいとこまで行くんだけど、そうっすね、なかなかね、すげえさばききられちゃったね。バラルと予言によりで、手札からのカードは墓地に行くんですけど、うん、リソースって意味では、なんかあのアルカニストとか、はいはいはい、アルカニストで墓地から予言により待機呪文を唱えたりとか、今回だと青黒剣でまたこれも唱えられるんでいいかなと思います。あー、確かに。情報して墓地に落としてまた墓地から。はい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 、はい、あ、そっか、アルカニストってこれら唱えられるんだ。そうですね。おー、すごい。あれ、パワー以下の呪文をマナコスしやがってなく唱えていい。おー、すごい。あ、じゃあさ、なんだっけ、終焉とかっていけたっけ。終焉もいきます。赤終焉。あ、そうそうそう、それもいきます。あ、すごいね。赤終焉とかよくね。赤終焉ってさ、カーリゼブでさ、ソーサリーじゃん。そうですね。だから手札にある待機も唱えられるし、墓地にある待機も唱えられる。あ、すごいじゃん。6枚なんで入ってないの。今気づいたみたいな。確かに。じゃあ結構まだまださ、改善の余地あるね。そうですね、全然全然。台湾のさ、あんま強くなくねえか。正直ちょっとそのところ出ちゃったけど、まだまだ完全改善のやつあるみたいな。なんか金庫の復元とか入れても面白いかもしれない。あ、そうだね、そうだね。ガルガドンとか。そうだ、フェアリーの黒幕の方は。いや、これめちゃくちゃ使い勝手良かったっす。いや、もう隙がないですね。うん、未だ21瞬足飛行、はい。もうそこだけで十分強くて、うん、それに対戦相手がドローしたら、こっちもドローすると。さっきさ、祖先の原子でめっちゃこっち引いてさ、で、黒幕いるからそっちも結構引いてて、そうなんです。あれって手札の枚数変わんないぞみたいなさ、まあね、ことが起こったり。そうですね。だ、最後とかさ、瞬足を生かしてさ、そう、パッと出てきて、最後ね、なんか発展削られちゃったから、ほんとびっくりした。もうと、最後にあの、黒幕引いて、私、みたいな。最後を締めたね、そうですね、あんちゃんが。いや、結構、黒幕、いいね、そのさ、超、なんかカウンターしていきたいデッキじゃん、カウンター。うーん、そうですね。って言って。だけど、その超先とかを2ターン目に出すとさ、まあ、フルトップになっちゃうから、動きづらいんだけど、これだったら対抗呪文を構えながら黒幕を出すっていうさ、う2択取れるから、それも結構いいよね。いいですね、うん。なんかこれ、今モダンやってるんですけど、パ、うん、イオニアとかスタンダードでも、シミックフラッシュみたいな、はいはいはい、使いやすいデッキ増えるかなっていうのと、おー、いいね、いいね。あと、スタンダードのお互いにワンドローする三日月の神みたいなクリーチャーいるんですけど、うん、いるね、いるね。そいつもすごい怪しいかなと思います。確かに。結構じゃまだまだ広がるね、夢が。そうですね、ちょっといっぱい使いたいです、はい、いっぱい行かせていただきます。サイン欲しいよね。欲しいっす。はい、で、今回はですね、モダン対戦やってきました。面白かったと思ってくれたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。という登録お疲れでした。タボでした。また次回、バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。一つ